半沢直樹、気になる視聴率は 35.9、 前回の 32.9 から3ポイントアップ、はい、この調子でいくと25分拡大の最終回では 40% の大台に届きそうな勢い。楽しみですね。で、ちなみに、いわゆる予想外の大ヒットということに対して、制作サイドを代表する福澤克夫監督が公式サイトのインタビューで、自分の中ではどうせ当たらないという開き直りと言いますか、そういう気持ちでいたのが良かったんだと思います。今回、堺雅人さんはじめ、最初に決まっていた主な出演者は、信頼している役者さんばかりだったので、最初にこのドラマは当たりませんと宣言しました。半沢直樹は今までのドラマの常識から言うと絶対に当たらないんです。でもそれも本来はおかしな話で、きっとこうだろうと植え付けられていたイメージなだけなんです。現場での雰囲気はとても良かったのですが、撮影に入ってからというものずっと泊まり込んでいて、世間との接触がほとんどなくて、ネットでの反響くらいしかわからなかったんです。ですからこの高評価が嬉しいんですけれど、どうしようかと思いましたね。それと、普通ドラマにはテーマを作りますけれど、この作品にはないんです。テーマがなく、ただ面白さを追求した作品として、黒沢明監督の用心棒が名作だと思っているのですが、あんなに難しいものはなくて、相当な度胸が必要なんです。いつかそういう作品をやってみたいと思っていたところに、宝石のような池井戸さんの原作に出会うことができました。伊予田プロデューサーと、どうせ当たらないし、よし、やりたいことをやろう、と始めていって、自分の中で用心棒の良さって何だろう、と考えたとき、キャスティングだと考えました。見ただけで悪い人と分かるキャスティングが必要になるんですけれど、これが伊予田プロデューサーが本当にうまいんです。小木曽役に日田康人さんを連れてきた時には、この人は本当に嫌われるよな、最高だなと感じました。黒崎は一歩間違えたら弾かれると思ってたので、よし、伝統芸能の歌舞伎の人にお願いしようと、片岡さんだけは僕が直接電話でお願いしました。ああいう世界の人が相手だと、なかなか文句を言えなさそうじゃないですか。壇蜜さんは最初はまあいいんじゃないくらいだったのですが、撮影を進めていくうちにどんどん魅力に引き込まれていってしまいました。主だったキャスティングは最初からきちっとしていましたが、周りを実力のある人で固められたことは伊予田プロデューサーのキャスティングの勝利ですね。失礼ながら僕は石丸幹二さんはじめ知らない方もいらしたのですが、連れてきた伊予田プロデューサーも答えてくれた役者も本当にすごいと思っています。それから演出に関しては、僕の手法はアップが多くて劇画的と言われますが、この作品は特にそうかもしれないです。原作を読んでスカッとしたので、それを見ている方に中に入っているような感覚で見てほしくて、映画用の立体に撮れる大きなカメラを使っています。セットも目いっぱい大きく作ってもらって、スケール感を出しています。いろいろと理解してもらえて、やりたいことをやらせてもらっていて、主題歌もなくしてもらいました。作品によっては主題歌があった方がいいこともありますが、今回は色がつくのが嫌だったので、服部隆之さんの曲推しでやらせてもらいました。服部さんにも生意気にも注文をつけさせていただきましたが、ちゃんと顔になる曲ですから大丈夫です、とおっしゃってくださって信じてよかったです。自分で言うのもなんですが、名作には名曲ありだと思っています。そして、この先も僕はもちろんやりたいと思っているんですけどね。ロスジェネの逆襲、連載中の銀翼のイカロスも最高に面白いです。そのためにはシリーズ 1、2作目の俺たちバブル入行組、俺たち花のバブル組をきちんと描かないと次への感動につながりませんからね。今回は演じてくださった皆さんの芝居がこの社会現象を引き起こしました。この恩は倍にして返します。責任を持って頭取まで描いていきたいと希望しています。倍返しでございますね。で、そんな半沢直樹の方にもあの方からメールが、はい、第1話の頃から比べると黒崎検査官のお姉演技がもはや倍返しをはるかに超えているというのが気になる今日この頃、皆様いかがお過ごしでしょうか。何話のフォレストガンプです。半沢直樹第9話、大和田常務の悪事の証拠がいよいよ明るみに出始めたといった展開でしたね。ただいくら同族企業とはいえ、取締役会の決議もなく社長だけで身売りの意思決定をしたことに金融庁が尻尾を巻いて逃げ出すのはちょっとどうかと思いましたね。あそこで黒崎検査官がいつもの口調で、あら、じゃあその意思決定が行われたという取締役会の議事力はあるんでしょうねと言っていたら、それこそ半沢直樹は万事休すだったはずです。半沢直樹と同様に誰かを守るために戦う男を描いた映画といえば、1993年のアメリカ映画シンドラーのリストを思い出します。ドイツ人の実業家オスカー・シンドラーが第二次大戦中に多くのユダヤ人を救ったという実話に基づく名作ですね。強く印象に残るのは、オスカー・シンドラーが最初はごく普通の経営者であったということです。
ただ戦争という環境の下で事業を成功させたい、人儲けしたいというだけであった経営者が目の前の現実を見る中で少しずつ変わっていくというところに生身の人間のリアリティを感じたのです。監督のスティーブン・スピルバーグはジュラシック・パークの監督と合わせてお願いするというユニバーサルの提示条件のもと、この作品の監督を承諾しています。言ってみればついでに引き受けた作品だったのです。しかしついでに終わらず、念願であったアカデミー監督賞を獲得するなど映画史に残る作品となりました。さらにすごいのは、シンドラーのリストの後すぐにジュラシック・パークを監督し、制作年度が同じであるということです。全く質の異なるドラマの制作監督をほぼ同時に進めて、どちらも映画史に残る作品にしてしまった。やはりスピルバーグは偉大な存在です。20年を経過した今にして思えば、監督としてのキャリアの最高のピークを迎えていた頃の作品と言えるでしょうね。半沢直樹もいよいよ最終回です。一体全体どのような結末になるのか、黒崎健作間の返り討ちはまだあるのか、堺雅人の今後どう左右する作品となるのか、しっかりと見届けたいと思います。ということで、とにもかくにも半沢直樹最終回、最後の最後までしっかりと楽しみたいと思いますね。はい。